高橋由伸がうまく見逃さずレフト方向に打ったという ね非常にもったいない失点ですね。これですから3対0と味方がリードを広げた直後にフォアボールホームラン、あっという間に1点差です。そして6番ファーストに今日入っている坂本。もったいないというふうに稲下さんおっしゃいましたが、ゲームとしてはこのツーランホームランでどうでしょうかね。あ、分からなくなりましたよ。そしてどうでしょうね、これ坂本が特にどこか悪いわけではなく今日ファーストだと思うんですよね、はい、もし同点になったりすればもうポジションを、ね、もう一度これ戻すべきだと思うんですよね、ショート坂本にしてね、はい、あの今のメンバーでもショート坂本にすればセカンド寺内ファーストロペスという、ね、はい、いつも通りの形に戻せますからね、まあ、あの1点負けでもいいかなと思いますけどね、はい、先ほどの守備を見る限りね、ちょっとこのままでいくというのは、ね、良くないかなというね。またここも追い込んでいるんですがボールが続きます。こういった、まあ、カウントの進み方というのが非常に目立ってしまっています。ファウル。あのスライダーやチェンジアップといったボールを使いながら決めに行って決めきれずに今のようにストレートです、ね、まあね、そういうパターンも結構見られますね。詰まっています。今成追いかけますが切れていきます。坂本もバッティング非常に苦しんでいるこのところです。今日はプロに入って初めてファースト。ショート以外というのは2008年の開幕戦でセカンドに入ったその1試合しかありません。あとはショートで固定されてきた坂本が今日ファーストです。いい当たり、抜けていきました。レフトへのヒット、坂本にヒットが出ました。1点差に追い上げてなおもノーアウトランナー1塁。4回の表のジャイアンツの攻撃です。状態の間あまり良くないバッターにもヒットが出ました。そして中西ピッチングコーチがマウンドに行きます。まあ、中西コーチ自体はボールは悪くないという表現は使ったんですが、梨田さん、改めてここまでご覧になった能見、今日どういう印象でしょうか。まずね、あの中西コーチ一緒にベンチ